はい、皆さんさようなら。はい、気をつけて帰ってね。車に気をつけてな。寄り道すんなよ。はい、さようなら。はい、気をつけてな。はあ、小学校3年の担任になったもんええけどな、あんま子供の気持ち分からへんな。でもな、この昨日の休みの絵日記を書いてもらったからな、子供のことちょっと分かるかもしれへんな。どんな休み過ごしたんやろ。まずは剛くん、剛くんどんな休み過ごしたんやろな。今日僕はバッティングセンターに行きました、うん、ホームランとかも打てて楽しかったです、うん、また行きたいと思いました。ああそうか、バッティングセンター行ったんや。そっか、今の子供な、ゲームとかする思ったらな、こう体動かすっていうことやな。手長いな、そやけどえらいデブのピッチャーおるな。先生もバッティングセンター行きたいな、久しぶりにな。そうか、剛くんは体動かしたんか、ええことや、うん、あ、次、つとむくん。つとむくんどうしたの。僕は今日、うん、お父さんと魚釣りに行きました。魚釣り。お父さんは、うん、魚群探知機のラッシャー SP360 を買ったと自慢していました。何これ何これ、魚群探知機ラッシャー SP360 全然知らんわ先生こんなん。でも大雨が降ってきたので、うん、釣りをやめました。あ、そうか。すると、うん、お父さんは一人でナンパし始めました。何考えてんねやお父さん。ナンパしているお父さんをほっといて、うん、お家に帰ってお母さんに言いつけました。ほら言いつけなあかんわ。ナンパしているお父さんを見て、うん、なんか嫌な気持ちになりました。何を考えとんねや、子供がおるのにナンパ、ナンパしてるやんほんまに。このナンパ、ああ助けなあかんわこれ。勉くん、お母さんに言いつけてる場合ちゃうよこれ。大丈夫やったかなお父さん。勉くんは釣り好きなんやな。あ、次智子ちゃん。智子ちゃんどうしたの。私は今日、うん、お父さんと水族館に行きました。あ、水族館。珍しい魚がいっぱい泳いでて、うん、面白かったです。あ、そうか。あとジンベエザメも大きくて面白かったです。あ、よかったな。でも一番面白かったのは、うん、お父さんでした。お父さん。お父さんすごいな、体張って一緒に泳いでるやん、すっぽんぽんで。これは面白いわお父さん。これはともこちゃん喜ぶわ。すごいな、こんなことしたんやお父さん。ともこちゃんのはあ、見てみるもんやな。健太郎くんどうしたの。僕は今日、うん、ゲームセンターに行きました。ゲームセンター。格闘ゲームや、うん、ゾンビゲームがあったけど、うん、僕はクレーンゲームをしました。ほう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 。1回目でぬいぐるみをつかんだけど、うん、なんか、うん、怖くなったので帰りました。え、何ぬいぐるみ掴んだのに怖くなって帰ったの。何このぬいぐるみ。何これ、気持ち悪。血出てるやん緑の。こんな流行ってんの今。うわ、これは帰るわ怖くなって。うわ、知らんかった、こんな気持ち悪いぬいぐるみいらんわ先生。うわ、知らんもんやな。さやかちゃん、あ、金持ちのさやかちゃんや。ピッカピカやなこれ。さやかちゃんどうしたの。今日私は、うん、パパの経営している世界名画美術館におやつのキャビアを食べながら鑑賞に行きました。おやつにキャビアってすごいなやっぱり。すると、うん、モナリザの絵が盗まれていました。あら。でもパパはたった12億円ポーチで買ったものだから、うん、気にすることはないよとフォアグラを食べながら笑っていました。フォアグラ食べてすごいなパパ。先生も一度、うん、宮古昆布でもむさぼりながら見にいらしてください。どついたろか。なんで俺宮古昆布むさぼりながら行かなかった。せやけどさやかちゃんほんま金持ちやな。うわすごいな、ともこちゃんの絵あるこれ。すげえ、世界の名画に選ばれたんや。クラス、このクラスすごいな。あら、物枝盗まれて大変やなさやかちゃん。金持ちすぎるなここは。あ、たかしくん、たかしくんどうしたの。僕は今日お父さんと銭湯に行きました。銭湯か。やっぱり大きいお風呂は気持ちよかったです。あ、先生も銭湯行きたいな。何このピンクのやつ。え、何これ、あれ外国人入ってるよ。ピンクの何あれで隠すやつ。チンチンガードこれ。こんなん流行ってんの今。先生買いに行こうこれ。こんなピンクの知らんな。うわ、これ貧乏のカツオくんや。カツオ汚いなこいつ。何やこれ。僕は今日誕生日だった。あ、そうやったんや。プレゼントにセミの抜け殻をもらった。何もらっとんねん、かわいそうやわ。お守りとしてお財布に入れた。お金たまんのかいな。粉々になった。そりゃそうやろ、アホかカツオ。夜には、うん、お寿司を食べてると思いながら、うん、もやしを食べました。かわいそすぎるわ。おいしかった。おいしかったらよかったわ。その後、うん、お父さんとお母さんが
サプライズプレゼントとして噂のコルテを見せてくれた。わあよかったな。家ですな。おとんとおかん家でカーテンにくるまってコルテをすな。貧乏はモナリザパクってる。モナリザパクってる。カツオさやかちゃんとこのモナリザカツオの親父がパクっとるよ。どないなっとね、うちのクラスメイトは。貧乏おるわ、窃盗おるわ。しょうこちゃんどうした。私のお兄ちゃんがドラマの主役に選ばれました。すごいな。眠い目をこすって、うん、家族みんなでそのドラマを見ました。もうそうなん。お兄ちゃんはとてもかっこよかったです。どんなドラマなんこれ。何のドラマこれ。これなんや。先生ミミズは横分裂します。これ主役のセリフかこれ。これ何のドラマやろ。知らんわ先生こんなドラマ。お兄ちゃん主役なんやこれ。見なあかんドラマも。眠い目を起こしてみたんや。はあ、知らんことばっかりやな。りょうくん、りょうくんどうしたの。今日自転車でケンタロウくんの家に行く途中、うん、男の人が飛び出してきて、うん、僕の自転車とぶつかった。男の人は倒れたまま意識不明だった。大丈夫。しばらくしたら男の人は目を覚まして、うん、飛び出してごめんなさい、うん、全て僕の責任ですと謝ってくれました。いや謝りすぎや。謝りすぎやろこの人。そんなに謝らんでええんちゃうかな。無事やったらよかったわ。全て僕の責任やったじゃない。それはあなたの責任や。反省しなさい。あなたは無事でよかった。よかった無事で。はあ、恵子ちゃん、恵子ちゃんどうした。私は今日、うん、お母さんに内緒で半年ぶりにお父さんに会いに行きました。えらい複雑な家庭やな恵子ちゃん。私が作った肉じゃがを持っていくと、うん、結構うまいなと言って食べてくれました。よかったな。お父さんの友達も、うん、おいしいおいしいと食べてくれました、うん、いやお父さんホームレスやった。ホームレスなお父さん。隣のホームレス猫の格好してるやん。ほんで何このホームレス。こんなごっこしてんねや二人で。はあ、知らんな。恵子ちゃんのお父さんホームレスで連れもホームレスの猫の格好してるとは知らんかったな。はあ、あ最後これアホのアキラや。こいつほんまアホやからな。こいつはほんまどうしようもないアホやな。大丈夫かアキラ、何してたんや。僕は今日、僕は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 今日、僕は僕は今日、僕は僕はが多い。アキラ僕はが多い。一回でいい僕はは。お父さんと、うん、お母さんと。いやお父さんとお母さんと。お笑いライブを見に行った。見に行った。とても面白もかった。いや面白かったや。お母さん、お母さん、おっとせ。もう全然ちゃう。もうそうなったら別のもんなってるわ。また、うん、連れてて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 。いや手が多い、手が多い。アキラ、アキラほんまどうしようもないアホやな。うまっ。